験の開始から10ヶ月、復興が少しずつ進むにつれて、被災地からはより専門的な分野のニーズが出てきています。この日、名古屋市の幹部が市役所を訪れ、来年度の支援体制について話し合いました。陸前高田市は今後に向けて、産業支援や町づくりなどの分野で幅広い知識と経験を持つ技術者を求めています。しかし、すべての要求を満たす技術者は名古屋市にも多くはいません。